はい、先々のもっと苦手人の飲酒動画です。今回は、グランドキリンまた新発売、ホワイトホワイトエール、白ワインのようなホワイトエール、容量が 330ml、 アルコール度数が 5.5%、 原材料が麦芽、かっこ大麦麦芽と小麦麦芽とホップ、ネルソンソービンホップ由来の白ワインを思わせるフルーティーな香りと小麦麦芽を一部使用した柔らかな口当たりが特徴のホワイトエールスタイルです。ネルソンソービンホップ使用、あれ？てかそういえばグランドキリンってあれ？缶になったんじゃなかったっけ？瓶スタイルやめたんじゃなかったっけ？これあれいらねえ。いやいいか。瓶スタイルやめたんじゃなかったこれ。無駄にさ瓶だけ瓶がさ多分これ値段かかってんだよこれ。これ値段が250円ぐらいだったかな。そして今日のつまみは、じゃじゃん、うまい棒のこちらサラミ味と、じゃじゃん、これはスーパーで買ってきました、うまい棒のこれはコーンポタージュ味ですね。いただきます。乾杯。おお、これホワイトエールっていうか、なんかフルーティーな香りっていうか、なんかあのオレンジみたいな香りするな。でも美味しいですね。グランドキリンで缶になったんじゃなかった？缶になったんだよね。そういう。だよな。缶になってるみたいですね。でも瓶のやつもあるみたいですね。あ、350ml の缶はコンビニ限定発売っぽいです。じゃあそっちの方がいいんじゃん。だって容量も多いし、値段も多分同じですよ。おそらく。だって缶の方がかかってないんだもんな。この瓶代が高いんだよ、無駄に。これこの瓶だけで多分10円ぐらいする。こちらが、これはキリンのホームページに書いてありますが、香りがズバ抜けて高いと書いてありますね。値段いくらなんだろうこれ。コンビニの方が多分コンビニって値段高いからな。缶の価格で、2017年の9月の6日のニューリリース、グランドキリンシリーズから缶もコンビニエンスストア限定で9月26日から先行販売。ああ、じゃあ1ヶ月前ぐらいにも販売されてんの。価格がオープン価格。オープン価格かよ。それじゃわかんねえ。オープン価格じゃ全くわかんねえ。
出てるのが、ジャパンペールエールと IPA とこのホワイト。まあ俺が以前飲んだジャパンペールエールとインディアペールエールですが、本来ならばインディアペールエールの方が苦いはずなんですけど、なぜかジャパンペールエールの方が苦かったという。これ逆じゃねえかって思いますけどね。インディアペールエールって本来、むちゃくちゃ苦いはずなんですけど。大して苦くなかった。値段書いてないです。どうなんだろうな。でもコンビニの方がやっぱ高えかもな。これだってスーパーで確か税抜き236円とかだった気がする。税入って多分250円ぐらい。だからコンビニの方が高いかもしれない。まあコンビニの方が高いだって、まあ 20cc 多いは多いんだよね。それだと。まあ容量的には容量多いわけですから。値段。書いてねえか。わかんねえ。まあ瓶のまま飲む。こうやってって飲む方が、まあ口当たりとかは、瓶の口当たりが結構、この瓶よくできてるんで、本当に。なんかに使えそうなんやけどね。なんかに使えそうで。なんかメダカのさ、水槽とか、何かに使えそうやね。こういうの瓶とか結構もったいないですよね。この瓶だって完全にワンウェイ瓶だから、回収もしてないですからね。もったいないですよね、このワンウェイ瓶。せめてさ、普通のさ、ビールのさ、瓶でさ、大瓶とかでさ、1本5円とかでさ、回収してるとかだったらさ、まださ、なんかさ、地球に優しい気はするけど、こういうのってさ、なんか、環境に悪いような気はするんですけど。まあでも実際再利用はされてるとは思いますけど。なんかいかんせんちょっと、あれなんで。まああと関係ない話ですけど、まあ瓶で思い出したんですけど、ウイスキーのフロムザバレルっていう、ウイスキーがあるんですけど、それの瓶がものすごくかっこいいんですよね。うん。で、それをなんかに再利用できねえかなと。こちらなんですけど、ものすごくかっこいいんですよこれ。まあ言うなればボトルシップとかに使えそうなねぐらいのレベルなんですけど、四角でねものすごくかっこいいんですよ本当に。でこれなんとかに使え、なんかに使えねえかなってずっと考えてるんですよね。でなんかメダカとか飼うときになんか水槽代わりに使うかっていうのもちょっと考えてるんですけどね。まあこのグランドキリンはこれ黒いんで、まあどうしようもないでしょうね。なんかザリガニの隠れ家的なのに使うかっていう考えもあるけど、なんか、このままこうやって隠れ家にしてもなんか、あれだよ。面白みもない。かといって、メダカのさ、水槽に使うったってさ、こんな真っ黒だからさ、外から見えないわけじゃん、メダカが。お話になるんですね。まあいいや。うまい棒、サラミ味食べていきましょう。これサラミだからうまいっしょ。さすがに。
うん、サラミだこれ。うまい。うまい。ね、これね、このグラノキウイのホワイトエール、俺が今まで飲んできたホワイトエールとは全くあの味が別ですね。だってさ、ホワイトエールなのにさ、そもそも白くないんですよ、これ。色からして。で、あの、柑橘系の香りもあるし、苦味も結構強いんで、結構強い。ちょっと強いですね。ホワイトエールってそもそも小麦のビールでしょ？まあ、よくわかりやすい例で言えば、まあ、銀河高原ビールみたいな、あの、口当たりまろやかなやつを想像するんですが、全く別物ですね、これは。なんか、ペールエールを飲んでるかのような味です。これ本当に製法を考えて作ったのか？こんなホワイトエールと呼べないと思うんだけど。あの、インディアペールエールといい、全然苦くない、大して苦くないインディアペールエールといい、よくわからんジャパンペールエールとかいう わけわからんの名前つけたら、あのビールといい。グランドキリンはよくわかりません。はっきり言って。うん。うまい棒、これコーンポタージャイ。うまっ。うん。うん。さすがうまい棒で、うまや棒ランキング1位に輝く。うまい棒だけあってうまいな。グランドキリンに関して言うと、ほとんど値段が250円ぐらいするでしょ。それでいて、なんか勝手になんかホワイトエールとかインディアペールエールとかわけわからんこと言ってるけど、あのジャパンペールエールとか、特にわけわかんないのが、なんかジャパンペールエールですか？なんでお前ジャパンペールエールがお前インディアペールエールが苦いんだよ。そもそもジャパンペールエールってなんだよ。勝手ななんか、あの、ペールエール種類作るなよって話よ。うん、しかもあれ、インディアペールエールって言ってるけど、インディアペールエールってもっと苦いと、あれの2倍か3倍ぐらい苦いはず。あの、インディアペールエール舐めないでほしいですね。うん。あの、インドの青鬼見ろよ。飲んでみろよ。あの、ヤッホーブルーイングの傑作、インドの青鬼 IPA、インディアペールエール。あれ、恐ろしく苦いぞ。
あれぐらいのことをね、あれぐらいだよ、インディアペールエールって。そもそもインディアペールエールってものすごい似合いもんなんだよ。全くもって気に食わない。もうね、キリンはね、キリンはラガーと、あと、なんだ。キリンはラガーとクラシックラガーだけ作っとけ。って感じですね。何がグランドキリンだ。こんなもんあれですよ。にわかの、あのパリピしか買わないですよ。にわかのパリピですね、これ好むのは。結局ビールの知識もよくない、よくわかんないにわかが、これってホワイトペールエールなんだよ、あ、ホワイトエールなんだよ、これ IPA って言ってものすごいね、苦いやつなんだよ。飲んでみてー。で、これ、瓶のデザインね。デザイン重視のパリピ。パリピ狙いですね、これ、完全に。あの、スミノフアイスと同じようなパリピ狙い。落ちぶれたもんだよ。だからお前、あのキリンの株価下がってんだよ、バーカ。朝日の株価見てみ。安定して上昇してると。本当にさ、バカだよね。札幌ももう、あれですよ。札幌朝日は安定してる。キリンはもう、ダメなんです、はっきり言って。このままこんなグランドキリンだから、このグランドキリンがもう完全害悪です。これ、このシリーズはもう完全に、あのビール好きを舐めてる。にわかをね、対象にするね。にわかターゲットにしてるぐらい、もうようじゃもう。ダメダメ。お話にならない。コクあんまりない。甘み。そんなにない。香り、まあ、香りはまあ、まあ、四つ星ぐらいか。これはまあ、ちょっと、ダメでしょうね。ホワイトエールって言ったらもっとマイルドでね、小麦のビールとは、まあ、あの、ヤッホーブルーイングの、なんだ、銀河高原ビール、あれだよ。もう全くもってかけ離れている。2242です。ご視聴ありがとうございました。